はいえそれではクラウドスパナーのファイングレインドアクセスコントロールとビッグクエリーのフェデレーテッドクエリーで作るコストパフォーマンスに優れたリアルタイム分析基盤と題しましてえこのセッションを始めさせていただきますえ私株式会社ありがとうバンクの冨樫とありがとうバンク様を担当しておりますグーグルクラウドカスタマーエンジニアの高野にてプレゼンさせていただきたいと思いますよろしくお願いいたします えまず初めに少しだけ株式会社ありがとうバンクとそのサービスについてお話しさせていただければというふうに思います、えー、株式会社ありがとうバンクはお金に困っている人をゼロにするというビジョンを掲げて活動しておりますこのお金に困っているというのは単に貧困の問題だけではなく、えー、自己実現のための資金調達がうまくいかないであったりとか より良いお金の使い方を模索しているけれども方法が分からないといったお金にまつわる幅広い課題が含まれておりますこのビジョンに達成に向けて我々は新しいお金の流れを作るプロダクトを世に出すということをミッションにいたしまして <laughs> フィンテックの領域で日々プロダクト開発にチャレンジしております現在のプロダクトでは楽しいことがお金に変わるコンセプトに 社名と同じありがとうバンクというアプリを運営しておりまして企業から集めたお金を原資にです、ね、ユーザーの皆様がさまざまな方法でインセンティブを得ることができそれを電子マネーとしてビザのブランドカード決済として利用したり NPO の団体への支援に利用できるそういったサービスを提供しておりますではセッションを続けてまいります、えー、前半は今回 私たちが開発した分析基盤アーキテクチャに焦点を当ててご紹介いたします後半は高野さんとともにこのアーキテクチャを形にするまでのプロセスであったり基盤構築を通して Google クラウド製品に対してフィードバックさせていただいた成果などをお伝えしていきます。 ではここからは今回私たちが構築した分析基盤アーキテクチャとなぜそのようなアーキテクチャになったのかそしてこのアーキテクチャがもたらした効果についてお伝えいたしますまずはありがとうバンクの全体的なアーキテクチャについてご説明いたしますありがとうバンクはシステムの基盤として Google クラウドを全面的に活用しておりますアプリケーションの設計はマイクロサービスアーキテクチャに基づいておりまして 開発言語には、GO、を選択しておりますコンテナーオーケストレーションには GKEGoogle Kubernetes エンジンを導入しデータベースには高可用性とスケーラビリティの高いクラウドスパナーを採用しています。また分析基盤としてはビッグクエリーを中心に展開しておりましてクラウドスパナーのデータに加えてクラウドロギングからのログデータも分析のために取り込んでおります。 本セッションのテーマはこのクラウドスパナーのデータをビッグクエリーで分析するという部分ですのでこの分析基盤のアーキテクチャをさらにクローズアップして見ていきたいと思いますこちらの図ですね左側にはクラウドスパナー右側にはビッグクエリーのシステム構成が描かれておりますビッグクエリーの内部にはテーブルとビューの両方がありますこれはクラウドスパナーの各テーブルに応じて 特定時点のデータのスナップショットを保持するテーブルとリアルタイムデータへのアクセスを提供するビューがペアで構成されております。リアルタイムビューはスナップショットとそのスナップショットを取得した時点から現在までに発生した差分をフェデレーテッドクエリーを介してクラウドスパナーから直接取得し結合したビューを提供しております。ビッグク,クエリーからクラウドスパナーへのアクセスには データブーストを有効化してオンライン系とワークロードを分離しユーザーのトラフィックに与える影響を最小化しておりますさらに細かいアクセス制御を可能にするファイングレインドアクセスコントロールを用いることでセキュリティも強化していますスナップショットテーブルはスケジュールされたクエリによって定期的にリアルタイムデータビューの内容で更新しております分析を行うユーザーは 一般的な分析であればスナップショットテーブルをリアルタイム性が求められる分析ではリアルタイムデータビューを選択するという使い方になっておりますでは私たちがこのようなアーキテクチャを採用した背景には何があるのか続くスライドで深掘りしていきたいと思います今回の分析基盤構築にあたっては3つの主要な要件を設けました最初にデータタののリアルタイム性の確保 次にセキュリティとして安全なデータアクセスの実現そして最後にユーザーの使い勝手を考慮した設計ですこれらがなぜ重要なのかまたこれらをどのように達成したのかというのをこれから詳しくご説明していきますまずはリアルタイム性がなぜ必要だったのかについてご説明いたしますここにお見せしているのはありがとうバンクにおけるプロダクト開発思想を示した図ですこの図はプロダクト開発を ビジョン実現に向けた事業計画遂行の手段であると定義するもので弊社の開発規定文書にも明文化されております左側には日々の開発マネジメントがありそれがサービス提供による仮説の検証フィードバックの収集とそれを元にした新たなアイディアの創出につながるフィードバックループを支えておりますこのフィードバックループは顧客にとって真の価値を提供するプロダクト つまり新しいお金の流れを作るプロダクトを生み出しありがとうバンクの目指すお金に困っている人をゼロにするというビジョンを実現するための基盤となっておりますしたがって顧客にとって価値あるプロダクトを一つでも多く世に出していくためにはこのフィードバックループをいかに加速させていくかが極めて重要です 具体的にはリアルタイムなアクティビティに基づいて意思決定をするということがフィードバックを加速させる一つのアクセルになるというふうに考えています例えばマーケティング戦略をさらに精緻にするためにユーザーに対するアプローチをユーザーのリアルタイムな利用状況に合わせて最適化したいというふうに考えていますこれにより効果的なターゲット抽出が可能になり成果を最大化できますまた決済サービスであるからには 不正利用を早期に検出し対処するということも極めて重要ですリアルタイムなデータ分析を活用することで不自然な動向や疑わしい取引を素早く検出できるようになりますそして今回はビジネス要求に先駆けてエンジニア自らリアルタイム基盤構築を推進しましたなぜならデータ活用の第一歩はデータにアクセスすることでありアクセスできないデータを活用するというアイデアは滅多に生まれないからです まずはリアルタイムデータへのアクセスを可能にすることで社内のデータ活用の幅を広げたいという思惑がありましたこのリアルタイム性を実現するためにビッグクエリーの機能であるフェデレーテッドクエリーを活用しましたフェデレーテッドクエリーはクラウドスパナーのような外部データベースに対して直接クエリーを実行できる機能です具体的にはエクスターナルクエリー関数を使用して接続先のデータベースへのあ失礼します 接続先のデーータベースと実行ししたいクエリを指定しますこの方法はデータのレプリケーションやデータの移動が不要で外部データベースへの接続を設定するだけなので導入が簡単な点が大きなメリットですね2つ目の要件はセキュリティですあのここで考えてみたいのは安全性と柔軟性をどのように両立させるかという課題ですこれはありがとうバンクにとっても非常に重要な課題でした ありがとうバンクには2種類の業務環境があります一つは通常業務用もう一つは特にセキュリティが要求される個人情報の取り扱い業務用です後者は確かにセキュリティが強固なのですがそのために多くの制約がありますさて問題となるのはクラウドスパナーに格納されている個人情報ですこの情報からビッグクエリーから直接アクセス可能であるとセキュリティの厳しい環境で分析しなければならない とということになってきますそこでビッグクエリーからは個人情報など取り扱いに注意が必要なデータへのアクセスを制限する方法を探しましたこのようなデータに触れる余地のない環境であれば通常業務環境が使えますし気軽にデータを利活用できます実装に利用したのはクラウドスパナーのファイングレインドアクセスコントロールという機能ですこの機能は 特定のテーブルやカラムへのアクセス権を細かく設定できます。これを利用して機密情報を含まないカラムに対してセレクト操作のみを許可するデータベースロールを定義しフェデレーティッドクエリの接続設定にこのロールを適用しました。こうすることでビッグクエリからアクセス可能なデータは機密情報を含まないことを保証できるためデータを活用する側にとってもリスクの少ない環境を実現できます。 3つ目の要件であるユーザビリティですが、これはエンジニアではないメンバーにもクエリが書きやすい環境を提供したいという理由によるものです。ありがとうバンクではすべてのメンバーがエンジニアであるかどうかに関わらず、クエリを書けるようにしたいというふうに考えております。実際、マーケティングからコンプライアンスに至るまで幅広い部署でクエリを書いて業務に活用しています。このグラフは ありがとうバンク社内で行ったビッグクエリーの利用状況に関するアンケート結果からエンジニアリング部署以外のメンバーの回答をグラフ化したものです興味深いことに日常的にビッグクエリーを使っていると答えたメンバーは約30%にとどまるのですがもっと積極的に活用したいと思っているメンバーは約70%にも上ります社内でビッグクエリーを活用できているシーンはまだまだ限定的であるものの 多くのメンバーがビッグクエリの活用に関心があるということが見えてきましたより多くの活用シーンを生んでいくにはさまざまな課題がありますがその一歩としてまずは技術的な専門知識の少ないメンバーにとってもクエリを書くことにチャレンジしやすい分析環境を提供する必要があるというふうに考えましたユーザビリティを考慮した際に直面したのはフェデレーテッドクエリが使用にあたってのクエリの実行スコープを意識し デーータベースの性性能特性に合わせてクエリを書くことが求められる点ですご存知のようにクラウドスパナーはオンライントランザクション処理に特化したデータベースでありビッグクエリは分析に特化したデータベースです例を一つご紹介しますこのクエリでは直近1週間の新規登録ユーザー数を1日ごとにカウントしているクエリです2行目から4行目のエクスターナルクエリ関数の呼び出しに注目してください 4行目でエクスターナルクエリーの第2引数に指定された文字列はクラウドスパナーに対して実行される SQL クエリですエクスターナルクエリの結果はテーブルとして扱われビッグクエリはこのテーブルから集計と相当を行いますこのように両方のサービスの特性を考慮してクエリを設計する必要があるんですこのクエリを見ただけで分かるようにフェデレットクエリは非常に便利なのですが これをうまく扱うにはある程度の技術的理解が必要になってきます技術的な専門知識の少ないメンバーにとってはこうした技術的な詳細を理解するのが大きなハードルになるということは容易に想像がつくかと思いますこの課題に対する解決策として今回の分析基盤ではクラウドスパナー上の各テーブルに対して専用のビューを作成しフェデレーテッドクエリを透過的に扱えるようにしました このアプローチには大きく2つのメリットがありますまずクエリを書く人にとってはエクスターナルクエリ関数の存在であったりデータベースごとのパフォーマンスの違いを意識する必要がなくなりますあたかも標準的なテーブルがそこにあるかのようにデータを扱うことができるのです次にビューを介してフェデレーテッドクエリを実行することでクラウドスパナーに対するクエリのシンプルさが強制されますこれにどのようなメリットがあるかといいますと クラウドスパナーにあるパーティションクエリという機能が有効化できるんですね。これは1つのクエリを複数のスパナーマシンによってデータのパーティションに対して並列で実行する機能でしてテーブルの広範囲に対するスキャンを高速化する機能です。フェデレーティッドクエリもこれに対応するしているのですがこのパーティションクエリには1つ制約がありまして内部的に分散処理可能なクエリではなければならないという制約があります。今回 クラウドスパナーに対するクエリのシンプルさが強制されたことによってこれを有効化することができましたさらにこれは後ほど触れるデータブーストの有効化の前提条件になっていることもありこれをユーザーに意識させずに実現できるといった点でビューの作成はとても大きなメリットを生みましたこちらに示しているのがビューの作成イメージです 実際には他にもいろいろ考慮した点があってもっと複雑なのですがここにあるのはあくまでイメージしやすいようにごく単純化したものですこれで実質的にクラウドスパナーのデータに対するリアルタイムな分析ビューをビッグクエリー上に設けることができましたさてここまで分析基盤を構築するにあたっての主な要件とその実装方法についてご紹介してきましたここからは 実装や運用にあたっての工夫や特徴そしてそれらがもたらした3つの効果についてご紹介します1つ目はコストパフォーマンスの高さです今回の分析基盤には先ほどのフェデレーテッドクエリーを透過的に利用するためのビューに加えてスナップショットテーブルを導入しました先ほどビューの作成イメージでお見せした DDL で作成されるビューをそのまま使った場合 ビッグクエリーからクエリを実行するためにクラウドスパナーのテーブル全行が転送されることになってしまいます。これは転送コストやレイテンシが高くなってしまい、そのままでは非常に使いにくくなってしまうんですね。そこで、ビューのスナ,スナップショットを取得したテーブルを作成することでこの課題を解決しました。さらに、このスナップショットテーブルのデータとクラウドスパナー上のリアルタイムデータとの差分を フェデレーティッドクエリを利用して結合したビューを改めてリアルタイムビューとして作成しましたスナップショットテーブルの更新はビッグクエリのスケジュールされたクエリを利用して定期実行することでリアルタイムデータとの差分を一定期間以下に保つようにしていますこれらは分析ニーズに合わせて高速だが鮮度の落ちるスナップショットテーブルと 比較的低速ではあるものの最新データにアクセス可能なリアルタイムビューとして使い分けることを想定しております分析基盤としてリアルタイムデータの提供はとても重要なことなのですが分析における実際のユースケースを考えると常にリアルタイム性が要求されるわけではありません今回はこのような構成とすることでデータのリアルタイム性とコストパフォーマンスの高さを両立しました2つ目はワークロードの分離です 今回の分析基盤ではデータブーストを活用することでオンライントランザクションとのワークロード分離を実現しフェデレーテッドクエリを利用する際の懸念点を大きく解消できましたデータブーストについては後半で詳しく触れていきますのでこの場は次に行きたいと思います3つ目はメンテナンスの容易さですこれまでの説明を通して今回ご紹介している分析基盤には クラウドスパナーとビッグクエリーのみが利用されていることに気づかれたかもしれません以前はビッグクエリーでクラウドスパナーのデータを利用するために複数のプロダクトを組み合わせてデータのレプリケーションを実現しておりましたしかし今回構築した分析基盤はレプリケーションをフェデレーティットクエリで置き換えることにより以前よりコンパクトな構成を実現できました 全体のアーキテクチャとしても見通しが良くなり結果的にメンテナンス性も格段に向上したんですね改めて今回構築した分析基盤のアーキテクチャを振り返りましょうデータのリアルタイム性はビッグクエリーのフェデレーテッドクエリーを利用してクラウドスパナーのデータを直接クエリすることで実現しましたクラウドスパナーではデータブーストを利用してオンライン系からワークロードを分離し さらにファインンングレインドアククセセススコントロールでセキュリリティリスクを軽減していますまたビッグクエリー内にはクラウドスパナーの各テーブルに対応するスナップショットテーブルとリアルタイムビューをペアで設ける構成としコストパフォーマンスを高めていますこれらの仕組みをクラウドスパナーとビッグクエリーの2つのプロダクトだけで完結させることでメンテナンスが容易な分散基盤を構築できました。 ここまで今回構築した分析基盤アーキテクチャについてご紹介してきましたがいかがでしたでしょうかこの基盤を構築を開始してから半年すべてのテーブルの移行とデータブーストの導入を終えて今1か月ほど経過しています実際のコストも期待通り抑えられておりデータブーストについてもこれは重量課金なので少し心配していた面もあったのですが クラウドスパナーへのクエリがシンプルなこともあってかほぼ無視できるレベルに抑えられております今後もこの基盤がありがとうバンクのプロダクト開発におけるフィードバックグループの確かな支えとなることを期待しておりますではここからは高野さんにこのアーキテクチャを形にするまでのプロセスについてお話しいただきます高野さんよろしくお願いします はいここからは今お話ししていたデータ基盤がどのような経緯で検討されたのかという点について採用・非採用のプロダクトも含めてご紹介させていただきたいと思いますまた私からはデータブーストに特化してどのような特徴があるのかをご紹介させていただこうと思います詳細な説明に入る前にありがとバンク様と Google クラウドがどのような関係性だったのかそれぞれがどのような思いを持って検討を始めたのかについてご紹介させていただきたいと思います まずアリガトバンク様とグーグルクラウドの関係性についてご紹介させていただきたいと思いますアリガトバンク様のサービスではピークトラフィックが平常時に比べて数倍にも及びかつ急激なトラフィック推移を持つというサービス性質がございますそこにスパナーの特徴が非常にマッチしておりサービス初期からスパナーをご利用いただいておりましたスパナーという切り口で見たときに スライド左側にある昨年行われた NEXT での登壇や右側に表示している Google クラウド公式ブログでの事例化などクラウドスパナーのビッグユーザーとしてかつリファレンスユーザーとしてこれまでもご利用を頂いておりました今ご説明したようにすでにスパナーをご利用頂い,いており登壇事例化もしていたありがとバンク様と2023年の年初に今年はどのような活動をしていくかをすり合わさせていただきました ありがとうバンク様としてやりたいことはこちら左に書いているような製品への機能要望さららなななる事例化テクニカルなサポートなどが挙げられましたそれに対して我々は Google クラウドとしてできることが右に書いてある通り機能要望であればプロダクトチームに直接要望を連携していく事例化であればプレビューなどの新機能を積極的に取り入れていただけるような環境提供をする。 テクニカルなサポートについては私のようなカスタマーエンジニアというロールの人間がお客様の技術的なサポートを行うなどをお話しさせていただきましたその結果としてこちらやりたいこととできることのすり合わせをした上で2社間でこちらのような合意をいたしましたクラウドスパナーの新機能をありがとうバンク様では積極的に使ってもらいその内容を製品チームへフィードバックし要望を当てていく そしてありがとうバンク様のサービス機能の拡充をした上で登壇、事例化を目指していくというような内容になります。こちらは合意のタイミングから引いた今回の取り組みのスケジュールになります。先ほど表示していた合意は2月に話させていただきましたが非常に密に連携をさせていただいた製品のフィードマックまでをスケジュールとして表示しております合意の翌日早速冒頭でお話のあったデータパイプラインについて協議を始めております。 本セクションではこちらの内容にフォーカスしてお伝えさせていただきたいと思いますまず検討の始まり方ですが富樫さんからチャットでご相談をいただきました内容については先ほどプレゼンテーションがあったようにありがとバンク様としてリアルタイムデータ連携をしたいという内容になりますデータパイプラインに関連するプロダクトが Google クラウドでは多く存在しているため私からは現時点で使えるかどうかに合わせて今後のロードマップなども含めてご紹介をさせていただきました こちらが当初想定していた取りうる選択肢として挙げたプロダクトの一覧になりますざっくりといただいていた要件としては2つございまして1つはクラウドスパナーをベースにビッグクエリへのリアルタイム連携をしたいという点もう1つはデータソースとしては数十のマイクロサービス内にそれぞれデータベースが存在するという点でしたそれらをもとにデータフローデータストリームフェデレテッドクエリこの大きく3つのプロダクトまた手段をご紹介させていただきましたので 最終的には先ほどお話があったとおり3番のフェデレーテッドクエリとデータブーストの掛け合わせをご採用いただきましたがこの後からは検討時に不採用だったものについても不採用理由とともにご紹介させていただきたいと思いますまずはデータフローになりますデータフロー自体の特徴といたしましては1つ目が Google ク,クラウドスパナーのデータ変更をストリーミングとしてリアルタイムに処理が可能であること 2つ目が Google からテンプレートを提供しておりますのでビッグクエリーの連携を容易に構築が可能なことそして最後に ETL のパイプラインとしてデータ格納前の前処理をデータフローで実現することができるという点になりますデータフロー自体は多くのお客様にご採用いただいている強力なプロダクトになるのですがありがとうバンク様の要件と照らした時にコストがネックになりました データフローの課金体系がリソース課金となっていることから接続するパイプライン数に依存いたしますそれゆえに数十のデータソースを持つありがとバンク様ですとデータパイプラインとしての費用が高くなりすぎてしまうという懸念がありこちらは採用に至りませんでした次にデータストリームというプロダクトになりますこちらはサーバーレスで簡単にチェンジデータキャプチャーという CDC の仕組みを構築できるサービスとなっており リアルタタイム性のの要件もも満たたたたたせせかつつ先ほど課課題ににったコストいいても処理ししデータ量の課金となるため懸念はございませんでした製品に要望をフィードバックしていくという冒頭のお互いの合意があったためこちらをご紹介させていただいたのですがそもそもとしてはスパナーソースに現時点対応していないという点が懸念としてありデータ基盤構築時代のタイムラインとしても非常に早いということだったのでこちらは採用は見送りとなりました。 3つ目に最終的にご採用いただいたフェデレーテッドクエリになります特徴については先ほど高橋さんからご説明があった通りなのですがビッグクエリにデータを貯めるのではなく直接スパナーのデータを取りに行く方式となっておりましてコストや構築の容易さなど優位性はある反面データ自体をビッグクエリ内に持たない関係から他の方式に比べてクエリのパフォーマンスが下がる可能性やスパナーインスタンスへの負荷などが懸念としてはありました。 コストパフォーマンスの観点から上記の性能懸念を含めて検証してみようということとなりその際にもう一つのオプションをご紹介させていただいておりますこちらがそのもう一つのオプションになります先ほど少しご紹介があったデータブーストというスパナーの機能になりますこちらを利用することでスパナーのワークロードとデータ分析のワークロードを分けたリソースで処理することができ先ほど挙げた分析クエリによる負荷を大きく減らせるという機能になります こちらについては2月の段階でプライベートプレビューの段階だったのですが狙いに書いた通り新機能を積極的に試すという観点でフェデレーテッドクエリと合わせてご検証いただくこととなりました私からはデータブーストについてもう少し掘り下げてご説明させていただきたいと思いますこちらに表示しているのはデータブーストを使わない場合の従来のスパナーの処理系統になりますトランザクションを用いるようなアプリケーションやデータ分析などのアナリティクスワークロード データのエクスポートなどあらゆるワークロードが全て同一のスパナーリソースによって処理されるためフェデレーテッドクエリでご説明したような分析系のクエリによる負荷などが発生してる状況となっておりますこちらはデータブーストを有効にした場合の処理系統になりますデータブーストを用いることで先ほどとは打って変わってアプリケーションとしてのスパナーソースとは完全に独立したスパナーリソースを利用することが可能となります リソースが分離されているため、異なるワークロードによるリソースの食い合いがなくなり、それぞれの性能向上が見込めるというのがデータブーストの大きな概要になります。こちらのスライドでデータブーストの利点をまとめさせていただきたいと思います。まずは今お話ししたワークロードの分離ができるため、OLTP 処理への性能影響がほぼゼロとなる点になります。次にコストについて、先ほど富樫さんからもお話がありましたが、運用コストも低く、運用面での面倒は一切ございません。 また実際使った分だけお支払いする課金モデルなので定常的に実行しないワークロードにおいて特に利点が大きくなっております3点目にシンプルなデータガバナンスが挙げられますデータをビッグクエリ側に持ってくるアプローチと比較して元データに直接するアクセスする方式を選択できるため複製の手間がなくかつガバナンス管理がシンプルにできるという点になります1つ目に挙げたリソースの分離によるパフォーマンス面での利点が非常に大きいのですが までは実際にどれぐらいのパフォーマンスが出るのかというところについて例を挙げてご紹介させていただこうと思いますこちらの図はスパナーインスタンスの CPU 利用率を時系列でグラフにしておりましてデータブーストを利用していない状態からデータブーストを有効化した場合の変化を表しておりますグラフの左側は通常のフェデレーテッドクエリをデータブーストなしで実行しておりますがご覧の通りクエリが走っていると思われるタイミングで大きく CPU 利用率が増加しているのがわかるかと思います 一方グラフの真ん中より右側がデータブーストを有効化した場合になりますがこちら CPU 利用率にほぼ影響を与えておらずニアゼロインパクトを実現できているというのが分かるかと思いますもう一つの切り口としてレイテンシーについてもご紹介させていただきたいと思いますデータブーストを利用する際パフォーマンスが向上するとお伝えしましたがどれくらいレイテンシーを抑えることができるのかという点になります そもそもとしてレイテンシーに影響を与えうる要素としてはこちらに記載しているようなインスタンス自体のサイズやデータセットのサイズなどが挙げられます右図の図ではデータブーストを使った場合とそうでない場合のテーブルスキャン集計時のレイテンシーを比較した図になりますデータブーストを使うことで約8分の1にクエリのレイテンシーを抑えられている例となります このレイテンシーを抑えるという傾向は、より小さなインスタンスで、より大きなデータセットを保持している場合に、特に高速化が恩恵が強いという傾向にあります。はい、ここまでで、データパイプラインの検討経緯についてと、データブーストのご紹介をさせていただきました。次のセクションでは、ありがとバンク様とグーグルクラウドが、どのような取り組みで、途中で申し上げたような製品へのフィードバックを行っていたのかについて、ご紹介させていただきたいと思います。 スケジュールに再度もらわさせていただきます先ほどご紹介したデータパイプラインでの議論が2月16日時点でのものでしたその後3月にデータブーストのプレビューにご参加いただき製品チームへ2種類のフィードバックをしております最初にデータブーストそしてファイングレインドアクセスコントロールこちら両方の取り組みについてご紹介させていただきたいと思いますまずざっくりとプレビュー製品を利用してフィードバックを実施していくというところの大きな流れについてご紹介させてください まず最初にカスタマーエンジニアとユースケースをすり合わせてどの製品機能を使うべきかを話し合いますその後プレビューにご登録いただきお客様の環境にて検証を行いますそして最後に検証した結果をプロダクトチームへ共有するというような簡単な流れになりますデータブーストに関しては前のセクションでご紹介した通りユースケースとしてデータブーストが適切と考えられたため二つ目に記載している登録検証に進んでいただきました 登録と検証については国内のデータベーススペシャリストにも相談しながら US のプロダクトチームとコミュニケーションを行い検証を実施いただきましたそして実際にフィードバックを行っていただきましたのでここからは掛け合い形式でどのようなフィードバックを実施していったのかをお伝えしていきたいと思います はいじゃあまず最初に今回のデータブーストのプレビューではフェデレーテッドクエリを組み合わせたユースケースを実際に試していただいて使い心地について率直なフィードバックをいただきました、えー、まずポジティブな面としていかがだったでしょうかはい、えー、フェデレーテッドクエリがオンライントランザクション処理に与える影響がほとんど無視できるということを実感できたのが非常に印象的でした、えー、フェデレーテッドクエリ単体で見ますとクラウドスパナーに直接クエリを実行する機能ですから クエリのの優先度を設定できるととししてても多少の影響は避けられないという,ふうに感じておりました例えばアーキテクチャのセクションで触れたスナップショットテーブルの更新スケジュールをなるべく重ならないように調整したりそもそも分散基盤を活用するシーンが増えれば増えるほどユーザートラフィックへの影響も増加する可能性があるという点を常に気にかける必要があったというふうに思います。 しかし、データブーストを導入することで、こういったオーバーヘッドや懸念からは解放されます。このことは、今回の分析基盤へのフェデレーティッドクエリ採用を強力に後押ししたというふうに感じておりますはい、ありがとうございます。一方で、チャレンジを感じた点についてはいかがでしょうかはい、えー、アーキテクチャの部分で触れたとおりですね、フェデレーティッドクエリを使う際には、クラウドスパナーとビッグクエリのスコープを明確に意識しなければなりません。 ここは実際に基盤を構築する上で一工夫必要なポイントだなというふうに感じましたまたここはシンプルに機能要望として挙げさせていただいたのですが当時はファイングレインドアクセスコントロールがフェデレーテッドクエリに対応しておらず設定できなかったためこれをぜひ実現したいというフィードバックをさせていただきました 後者につきましては翌日には実は機能が追加されていることに気づきまして非常に驚いたんですけれども、えー、とこれはフィードバックの成果というよりもあのちょうど入れ違いでファイングレインドアクセスコントロールがですね GA したタイミングでしてたまたまそうなったのかなというふうにも思いますが、まあ、いずれにせよこれで分析基盤構築の目処が立ちまして開発をスタートできたということですね。ありがとうございます こちらはありがとうバンク様からデータブーストに関してフィードバックをいただいた後の展開になるのですが US のスパナーチームがファイングレードアクセスコントロールについても頻繁に使っているということを感知したようで使い勝手についてインタビューをさせてほしいという依頼が来ましたそれにより2回目のフィードバックチャンスが到来いたしました US 側のメンバーとオンラインでインタビューを実施する調整ができたためここからはファイングレードアクセスコントロールのフィードバックについてどのようなことをしたかをご紹介させていただきたいと思います インタビューのセッションにはスパナーのプロダクトマネージャー1名と担当のソフトウェアエンジニアが2名参加いたしましたそれでは具体的にインタビューで交わされたやり取りを振り返っていきたいと思います最初の2つの質問はクラウドスパナーやファイングレードアクセスコントロールの利用目的に関する質問でしたはい、えー、ここはですね率直に現在のスパナーの利用状況と今回の基盤構築にあたってのユースケースを、えー、この通りお答えさせていただきました 次の質問はファイングレードアクセスコントロールの機能を学び、設定する上での体験はどうだったかという質問でしたはいここはですね、機能だけではなく、ドキュメントを含めた一連の体験について聞いてくるところが、いかにもプロダクトチームだなというふうに思ったのですが、ロールの作成と設定については、過去に他のデータベースに触れた経験もありましたので、非常にスムーズに完了できたことをお伝えしました。 ただ、設定後にクラウドスパナーのウェブコンソールを使おうとした際にですねドキュメント通りに設定したものの権限不足でしばらくはまってしまった点があったのでこの点がドキュメントに記載があると良かったなという部分もお伝えさせていただきましたこれについては後日、ドキュメントを確認していたところ実際にフィードバック内容が反映されているということに気づきました我々のフィードバックが実際にドキュメントの改善につながったというところで非常に嬉しく思っております ありがとうございます。さて次の質問はファイングレードアクセスコントロールを利用する上で何か課題はあったかというものでしたがこちらについてはいかがでしょうか、はい、検証当時はです、ね、周辺エコシステムが見たいようでしてなかなか本番導入しづらいというふうに感じておりましたのでその点をフィードバックさせていただきました例えばクラウドスパナーをサポートする OSS のマイグレーションツール いくつかありますが Google クラウドの提供する GoSDK に含まれる SQL パーサーを利用しているものがほとんどですただその SQL パーサーがまだサイングレインドアクセスコントロールをサポートしていないという状況になりましたまたこれは Google クラウドでサポートされる範囲でないっていうことは前置きしつつなのですがおそらくクラウドスパナーを使っている人であればほとんどの人が使っているであろうスパナー c l i というツールが OSS でありましてこちらもまだ未サポートだったんですね えこれについては検証のためにないと不便でしたので、えー、と実際に自分でプルリクエストを送ってマージしていただくなど追加の対応を行いました、えー、なお現在はどちらも解消済みですありがとうございます最後の質問はクラウドスパナーの将来のアップデートで改善してほしい点は何かありますかという点で、えー、といったものでしたはい、えー、クラウドスパナーのチームからですねこのような質問を直接いただくのは非常に光栄なことだったんですがわれわれからは ロールを IAM に対して設定する方法が少し複雑であるということと接続するときに利用するロールを選択する必要があるという点を改善の余地のあるポイントとしてお伝えさせていただきました IAM ユーザーに応じて自動的にロールが選択されて複数のロールの組み合わせも含めてうまく適用される仕組みがあるととても便利に使えるようになると思いますこのフィードバックについてはクラウドスパナーチームにも納得を持って受け止められたと感じました ぜひ今後の改善に期待したいと思いますさて、ここまでプレビューやインタビューの内容を具体的に振り返ってきましたがありがとうバンク様としてどのよううな成果が得られまししたでしょうかはい今回の一連のプレビューやインタビューといったフィードバックを通じましてありがとうバンクは積極的な新機能,新機能導入のチャンスであったり新たな知見を獲得することができました。 その結果をフィードバックすることで、ありがとうバンクも Google クラウドもお互いのプロダクトを進化させていくことができます。これは非常に良いシナジーが生まれているというふうに感じております。今後ともありがとうバンクは Google クラウド、クラウドスパナーをはじめとした Google クラウド製品を利用していきますので、と、え、も、ー、により良くしていくために引き続き協業を進めていきたいと思っておりまますす高野さん今後ともよよろろししししくくおお願願いいたします。 はい、では最後にセッションの締めくくりとして今後の Google クラウド活用の展望について簡単に触れていきたいと思いますまずクラウドスパナーについてですがチェンジストリームの活用を考えていますありがとうバンクのシステムアーキテクチャではトランザクショナルアウトボックスと呼ばれる設計パターンによってマイクロサービス間の分散トランザクションの整合性を保っていますここにチェンジストリームスを活用し現在のアーキテクチャをより強化していきたいというふうに考えております またビッグクエリについては今回ご紹介したリアルタイム分析基盤をベースにデータのさらなる利活用を推進していく計画です特に AI や機械学習の技術を取り入れてより洗練された分析や予測モデルの開発に取り組んでいければというふうに思っていますまた LLM を使って自然言語でクエリを作成できるとクエリを書くハードルも下がりデータ活用の幅もさらに広がっていくのかなというふうに考えております 最後になりますがありがとうバンクではクラウドスパナーやビッグクエリーをはじめとした Google クラウドをフル活用してお金に困っている人をゼロにする世界を実現するためにチャレンジを進め、えー、続けておりますもっと多くの仲間とともにこのチャレンジに取り組んでいきたいというふうに考えておりますのでぜひコーポレットサイトもご覧いただければと思いますまたありがとうバンクではテックブログを運営しておりましてもちろん Google クラウドに関する記事もいくつか、えー、公開しております 今回のリアルタイムデータ分析基盤に関しましても、後日テックブログにてより具体的な詳細とともに記事を公開したいと考えております。こちらもコーポレートサイトからたどれますので、ぜひ訪れていただければというふうに思います。えー、以上で今回のセッションを終わりにしたいと思います。えー、皆様にこのセッションから何らか持ち帰れるものを見出していただければ幸いでございます。 またこの後は「Ask the Speaker」のブースもありますので会場の後方にございますのでえセッションに関してのご質問ですとかえフィードバックをぜひお寄せいただければと思っております。本日はごご聴ありがとうございました